行くぞ。さっさと案内しろ、オロチマル。いや、ナルトのチャクラか。うまくわしのチャクラを変化させ、ずいぶん待たせちまったからな。影分身も少しなら大丈夫だ。押せぞ、ナルト。無理。また太ってんぞ。もしその作戦がうまくいかなかったら。親父の背中見て育ったからよ。お前は山中家の紫の家紋、萩の花言葉通りに育ってくれた。お前の友に対する思いだ。さて、そろそろ時間だ。最後に言い残したいことはあるか、四角。心配すんな。俺より早く。ナイス、イロ。次々来る。よし、動きは止めた。もういいぞ、イロ。いい、もう泣くな。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いでもあるな。俺自身に言い聞かせた戒めでもあるんだ。その傷と一生向き合っていくことになるんだ。仲間がここで生きてるってことじゃねえのかよ。俺は本当のネジをここに置いておきて。無駄だり、努力したところでお前に俺は倒せなり。俺は今まで決められた運命は変えられないと。カカシ、お前はカムイで時空間を行き来した上、キュービに直接チャクラをもらいました。おそらく3倍以上です。それまでカムイで飛ばせる回数も大きさも。貴様の思い通りになったな、四代目ホカゲ。変化させ、渡すことができるほど器用に成長した。こいつはもう、とっくにてめえらを超えてるぜ。貴様らがナルトにつなげた力なんだろうがな。死を待つだけの存在。ネジの意志は。僕。お前と違って俺は。ここは手つかずのようね。全ての秘密が眠る場所へ。ここも随分変わったな。ここは彼の故郷に変わりない。感傷に浸り、過去をなぞることで。ならあんたはもういいので。今それが木の葉の中に。里の強者ども、あなたたちはもう蛇じゃない。内葉の中の陣跡形もないの。上辺はいい。少し離れてなさい。その面を使い、四季風神の死神を己に憑依さ。これで死神の中にあった私の両手は江戸転生ができる。そう、あの4人。それもいいけど、あんたなんかよりもっといいのがいるのよ。六体、トビは随分身長を期していたようね。私は4人の個人情報物質を持って。私も蓄積が好きでね。江戸転生の術。全てを知る者たち。
忍びの神と謳われた柱間の本物か。おそらくそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。渦巻一族の封印術、今は亡き一族の跡地。貴様は誰ぞ。里も安定しておるようだな。安定しているかどうか。して五代目は誰ぞ。お孫様、なで姫です。しまいには俺の掛け事まで覚えて、それをもうまた江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。後々厄介なことになってばかりでしてね。なんたることじゃ。今度は死であった。わしまで江戸転生よ。兄者は少し黙っていろ。じゃこの若造と話している。私はもうそんなことをする気はありませんよ。俺は内葉佐助、あんたたちほかげに聞きたいことが。三代目イタチになぜあんなこと。もう知っておるようじゃな。そして俺は木の葉への復讐へと走った。同胞を殺めさせた上、逆賊のぬねぎぬを着せ、一人でかつての忍びや里の誇りを感じ取る繊細な子。いつもそれら将来を危惧していた。7歳にしてまるで他が同胞を皆抹殺し混乱を止め、それにつながる戦争を一人。やはりそうか。内葉の呪われた運命というやつ、マダラの意志を持つ反乱分子もくすぶっていたからな。そう、うち、さらにそういう組織は権限が強い分思い上がる。あれがマダラ分子を助長させたのよ。すぐに対処できるよう考えた結果だ。兄者も知っているだろう。奴ら内葉は若造が、お前はマダラを知らぬ。二代目ほかげ。内葉一族と我ら千住一族、長きにわたり戦い続けた歴史がある。千住一族が術ではなく愛情を力としているのに対し、内葉一族は術。内葉はそれを封印してきた。どういうことだ。一旦内葉一族、千住ともうまくいくでしょ。強い愛の力ってのね。より強い憎しみにとって変わり、人が変わってしまう。自分自身の失意にもがき苦しむとき、脳内に特殊なチャクラが吹き出し、心の力と同調し、個人を急速に強くさせ、心の憎しみの力とともに動力も増し、手がつけられなくなる。マダラのようにな。だが里のために自滅したのだとしたら、それも仕方のないこと。兄者もそれは分かっていよう。気にしない。あんたに聞く。里とは何だ。死ぬ。兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉のような状況を作り上げた忍び。それを良しとする忍びとは何なんだ。それとも木の葉への復讐だと。内葉の悪に疲れた子。そうチャクラを荒立てる兄じゃ。マダラが復活し、この世の忍びを消すつもりのようです。何やら強いチャクラを感じる。これはナルトとキュービ。確かにマダラのチャクラを感じる。ならわしらは戦場へ向かう。マダラが復活したと聞いて、ことの重大さが分かっておるのか。こんな術。オロチマルとやら、お前何かこの世に転生された今回、貴様ごときの江戸転生に。サルトビ、かなりの忍びを育てた。ビラマ、お前少し勘が鈍っておるぞ。こやつ、私の縛りをほどき、いつでも私を。後必ず次のマダラとなろうぞ。そうよの。獣の難を食らう。もう主の立ち筋は読める。